吉田です今回は月5万円を稼ぐ副業スキルとはおすすめの職業と受注方法をご紹介します最近では副業 OK の会社が増えインターネットスマートフォンの普及によって副業のしやすい環境が整っています今回は副業で稼ぐために必要なスキルとおすすめの職種をご紹介します今後独立を考えている人にも参考になるのでぜひ最後までご覧ください まずは自己紹介なんですが私の名前は吉田悠介と申します物販が大好きで現在はですねシンガポールに住んでいます失敗する人の5つの特徴をご紹介します副業に意欲がある人副業 OK の会社が年々増えていますその中で副業を実際に始めてみたけれども全然稼げない仕事を受注できないという人が大勢います 実は稼げない人には共通のポイントがありますそれらのポイントを紹介するので意識して副業に取り組んでみてください。副業は簡単なものだと思っている副業を開始するためには案件の獲得にさまざまなスキルと責任感が必要です。全くスキルがないのに仕事がもらえる収入を得られるということは絶対にありません。 仕事が家でできるから自分の好きな時間で働けるからということで安易に考えている方が大勢います始めるのは簡単なだけに副業自体は簡単だと思っていると後々苦労するので気をつけましょうとにかく動かないと始まらないということ 悩みすぎて行動できないという人ももちろん多いです。どのスキルを勉強しようかとか案件を見たらどれがいいのか迷うなど副業を始める前から理由を考えすぎて行動できないという方も多くいます。案件を獲得したけどどうすればいいのかとなってやめてしまう人もいるので分からなければ調べるという方法もですね立派な行動です。 スキルがないからと自信を持てない自分にスキルがないからと自信をなくすのは問題があります自信がなくなると低単価の案件ばかりに手を出すことが多くなるので稼ぐことができませんまた自信のなさはクライアントにも伝わります初心者でよくあるのが未経験ですが頑張りますと素直に伝えることですクライアントからすれば未経験ですという方と経験者ですというふうに名乗った方のどちらに仕事を振るかということは明確ですね 情報収集力が不足している。副業はたくさんの情報が飛び交っており、特に初めは誰でも簡単に月数十万円稼げますといった広告が多く入っています。甘い言葉や情報には流されないようにしましょう。また、正しい情報収集をするために自分が目指す副業をしっかり見据えましょう。何のために副業するのかを明確になぜ副業する必要があるのか明確に目標設定をしましょう。 月にいくらぐらいの収入を得たいのか独立のためにはどのような経験をしておくべきなのかと具体的に副業するための目標が必要です目標によって獲得すべき案件や副業に費やす時間モチベーションなどが多く変わってきます個人で稼ぐために必要な3つのスキルとは個人でのお金稼ぎにはさまざまな能力やスキルが必要になります しかし今から紹介するこの3つのスキルがなければ副業するためのスタートラインにも立てませんではその3つのスキルとは何なのかをご紹介しますとにかく初めはこの3つを意識して取り組みましょう常に情報を発信する自分の得意分野や自分にしかできないことを伝えることは副業においてとても大切な価値になります 何でもかんでも発信すれば良いのではなく案件を獲得するための適切な情報を発信しましょうそうすることであなたへの案件が舞い込んできます行動力この案件ならできるかなそれともどうしようかなというふうに迷ったらすぐに受注をしてみましょうまずはやってみるということができなければ副業は始まりません また、大勢の人ができる仕事を同等にできるくらいのことでは意味がありません。他の人よりも一日でも早く仕事ができるというのがあなたの価値につながります。他には誰もやりたくないような仕事を取るのもあなたにしかできない行動力ということになります。思考、想像力。 個人で稼ぐためには収集した情報を自分で工夫することや新しく何かを生み出すことが求められます他の人にはないことを考えることができれば個人の価値が上がります副業におすすめ5つの職種とは在宅ワークや独立に向けたおすすめの副業を5つ紹介しますプログラミング エンジニアは今もそしてこれからも間違いなく需要が伸びる職種ですまた高単価な案件が数多くプログラミングを1年ほどかけて勉強すれば月100万円を稼ぐことも十分に可能です注意点はどの言語を習得するかということですプログラミングにはたくさんの言語が存在し言語によって作れるものが変わってきますどんなものが作れるのかを定めることによってどの言語を習得する必要があるのかが明確になります ウェブマーケティング、メルマガや SNS 広告などが代表的です。日々情報が新しくなるマーケティングの世界では常に最新の情報を取り込んでおくことが必要になります。動画編集、YouTube での動画ビジネスが流行していますが、それと同時に動画編集技術も注目を浴びています。 有料の編集ツールを導入する必要がありますが、独学で勉強が可能で参入障壁が低いです。また、動画の過剰供給で編集者が不足しているので数多くの案件があります。ライティング。文章が書ければ誰でもできる副業です。はじめは短文から始めて徐々に文字数を増やしていくことをお勧めします。誰でもできる仕事なので単価が安いことが多いですが、スキルが身につくと高単価の案件も受注できます。 ウェブデザイン今あるサイトのデザインを変更したり位からデザインしたりといった業務内容で高単価の案件が多いですプログラミングの言語の習得が必要ですが半年から1年で仕事を受注できるレベルまで到達します仕事を受注するための3つの方法仕事を受注するという考え方に戸惑う方がいるでしょうそんな方にどうすれば副業を始められるのかご紹介します クラウドソーシングを利用するまずはクラウドワークス、ランサーズといったクラウドソーシングサイトに登録をしましょう仕事を依頼する人と受注したい人とのマッチングサイトになります営業の手間が省けるので家族の案件をサイト内で管理しているだけでその中から自分で獲得できそうな案件を受注するだけです登録は無料なのでまずはクラウドソーシングサイトに登録するところから始めてください知人の紹介を使って受注する もしも知人が自分のやりたい仕事を紹介してくれるなら受注させてもらいましょう紹介での受注は信頼のもとで成り立っているので信頼を崩さないようにしっかりと責任を果たす必要があります SNS やブログなどで受注する自分から仕事の依頼を発信することで直接依頼が来ることもあります 仕事に対する姿勢や過去の実績を乗せて発信することで仕事を受注するクライアントに安心感を与えることができますネットを介しての案件獲得が多いので見える化をすることで自分の信頼性を向上することができますまとめです 副業を始めたばかりの人は大変なことも多々あるでしょうスキルがない状態であれば低単価ばかりで苦労することにもなりますが時間をかけて努力することでスキルは確実に上がっていきますスキルが身についてくれば徐々に高単価の案件を獲得でき自分から案件を取りに行かなくても仕事が入ってくることや副業がいつの間にか本業の収入を上回っていたということも少なくありません とにかく少しでも稼ぎたいというふうに考えているのであれば今回紹介したことを実行すれば確実に稼ぐことができるので安心して実践をしてくださいこれらの技術の総合力をつけたいなら自分で販売をしてみるということをお勧めします私はですね仕事を発注する側の立場の人間ですが任された仕事に顧客目線がですね足りていない欠けている人が非常に多いです。 仕事を渡す側の立場になって業務をこなせる人というのはこちらからもお仕事をお願いしたいですしあなたもですね一生仕事に困ることはなくなるでしょう特に物販をすればですね画像だけではなく今はフェイスブック広告なども動画でマーケティングをすることが主流になっています編集技術も向上することができるでしょうそれから売れる文章を書くためにライティングの技術も必要です 素敵なウェブサイトにするためににプロググラミングのスキルも必要になっててきますす参考としてですねたった48時間の作業でネットショップの構築からですね売上制約まで作ってしまったという事例を動画の概要欄に紹介としてリンク貼っておくのでぜひ参考にしてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。